ね、はい、さあ今日のゲームを振り返ります。まずは先発松本裕樹は中4日の登板。その立ち上がり、西川ショートライナー、いいタイミング、今宮ジャンプしています。2番の松本剛の打球はセンター後方、柳田が抑えます。ツーアウト。3番中田翔は見逃しの三振と、三者凡退、上々の立ち上がりでした。そうです ね、本当にバックも助けてくれましたんでね。はい、一方ファイターズは先発メンドーサ、初回ランナーを置いて内川、この打球がファーストキャンパスに当たります。これがタイムリーヒット、川崎がホームに帰ってきました。1対0先制。さあ2回の松本のピッチングです。レアードをカーブで空振り三振、田中健介フォアボール与えるんですが、太田ここも変化球で打ち取ってセンターフライ。石井和也は見逃しの三振、ベースに抑えます。4回の裏のホークス、ランナー2人置いてバッター上林、チャンスだったんですがピッチャーゴロ。これで2アウトランナー3塁1塁、続くバッターは甲斐、追加点の欲しい場面ではあったんですがホークスサードゴロ。ここは面倒さが踏ん張ります。さあ5回の表のファイターズ、まあ、ランナーノーアウト2塁でこのバント、このバント失敗、これは大きかったですよね、はい、まあ、逆に日本ハムは痛かったですよね。そうですよね。その後エンドランかかって、ここは中島サードゴロ、ランナーセカンドに進むんですが、西川ここはレフトフライ、ランナー得点機に進めた松本踏ん張ります。6回の表、さあファイターズ松本がランナー背負って、太田の打球はサードゴロ、二塁に送って二塁はセーフになります。これが内野安打、ツーアウト満塁、ランナー3人を残して松本マウンド降りて、マウンド上には2人目香山、バッター代打の矢野、ここも一つ大きな山でしたね。そうですね、本当にこのスライダー選んだっていうのは、ね、勇気いったと思いますけど ね、ここをしっかり抑えました。香山連日の好投です。さあ7回マウンド上には谷本、その谷本から今宮がライトオーバーのツーベース、その後柳田敬遠でランナー二塁一塁でバッター内川というシーン、これうまく打ったんですかね、はい、まあ正面でした ね、センターフライ、追加点を上げることはできません。8回岩崎がマウンドに上がってランナー二塁一塁、バッター太田という場面で最後はストレート勝負、はい、もうこれはね、本当に力でねじ伏せたという感じです ね、そして8回、ワンアウトランナー3塁1塁、チャンスをつかんでピッチャー公文、バッター川島慶三、三振でこれで2アウト、さらに甲斐も三振と、ここは公文が好球援、はい、いいピッチングでしたね、これね。そして9回1点リード、サファテがマウンドに上がって、まず代打浅間フォークボール三振、杉山三振、ツーアウト、中島も最後はまっすぐスイングアウトの三振と、三者連続三振ということになりました。ホークス勝って4連勝、敗れましたファイターズは5連敗です。という今日のゲームでありました。まあ本当にこの内川の初回のタイムリーヒットが、まあ、決勝点になったというね、はい、そんなゲームでもありました。さあ試合後の工藤監督のインタビューです。